ねえ、皆さん、そうですよね。はい、ということで今日もね、これから始めたいと思います。はい、では、本番始めます。マンゴーさん、よろしいですか？はい、はい、本番、5秒前、4、3、2。皆様こんばんは。2023年7月の20日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツと警報装置のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。さて皆様、1週間ぶりでございます。当番組メインパーソナリティボギーテレコンでございます。今夜はですね、我が、番組の強烈なコメンテーターの方勢ぞろいということでございまして、まあその中でも非常にね、悪の強い、まあ変態度ではまずナンバーワンの方からまずご挨拶をということで、HK マンゴー仮面さん、こんばんは。それはないです。いつも、服つけてます。安心してください。服つけるって服は服つけるって言わないと思うんですよ。私一言も裸になってるなんて言ってないんですけど、自分でカミングアウトしたらいけないかなと思うんですけど、続きましてタカさんでございます。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、そしてそれをね、もうゲラゲラ笑いながら見てるオカメさんでございます。こんばんは。室内ではパンツと一丁派の十分とオカメ八目です。はい、そういったのをね、ラゾクと言いまして、まあ、沖縄では結構多いらしいんですが、今日もこのね、強烈な4名のメンバーで、50分またお送りさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、皆様改めましてこんばんは。当番組メインパーソナリティの、ボギーテトコンでございます。まあ、先週木曜日久しぶりに、チャタンの方に行ってまいりました。まあまさにね、真夏のチャタン、まあ、どこに行っても人がいっぱいということでございまして、なんかねコロナ前にもう完全に戻ってきたかのような感じでしたね。まあ、特にこの花火が始まる8時ちょっと前は、このデポアイランドの通りはもう歩くのも大変なぐらいもうごった返しておりまして、いやこれってもう完全に観光客戻ってきたよねっていうような、そんな気持ちでございました。まあでもね、そこにいる方々の多くがやはり他府県からの観光客の方でございまして、まあその中にね混じるかのように、まあ、台湾の方、それから韓国からの観光客の方々がね、いたんですけど、まあまだまだ中国からの観光客は戻ってきていないということで、まあ、これで中国人観光客が戻ってくると、この沖縄のねこの街っていうのはもう人で溢れ返って大変なことになるんじゃないかなんてね、私は思います。まあ実はねこの沖縄、一日にどれだけの観光客の方々が滞在してるか、今日ラジオ沖の皆さんご存知でしょうか。実はこの沖縄にはですね、1日あたり約3万4、5千人の観光客の方々が、まあ、入れ替わり立ち替わり滞在してるということでございまして、これは市町村で言いますと、まあ、北谷町の全人口とほぼ同じぐらいの方々が沖縄におられるということなんですよね。まあ、つまり沖縄っていうのはね、北谷町が丸ごともう一つ、ね、毎日どっかにあるようなものでございまして、まあ、それだけの観光客が、まあ、沖縄のどこかに、まあ、散らばっているということでございまして、まあ、これで、ね、デニー知事が、今度中国の方に、まあ、友好と交流をね、まあ、訴えに、まあ、行かれまして、まあ、そこでね、中国からの直行便をね、再開してほしいとか、中国人観光客をどんどんまた沖縄にね、よこしてほしいっていうお願いをしたということなんですけど、まあ、私ね、沖縄県民の一人として、今ですらですね、もう完全にキャパオーバー、オーバーツーリズム状態になってるこの沖縄の観光が、これに中国人の観光客がまた戻ってきたら、どういったことになるんだろうなんてね、私ちょっとそこのところ心配しております。はい、ということで、今夜の、このワンヌウムイはですね、まあこのデニー知事の、まあ、中国訪問とその後の、ね、ことについてお話をね、いろいろ進めていきたいと思いますが、今日はですね、我が番組のアイドルの HK ゴスロリマンゴー仮面さんがですね、わざわざ原稿まで準備したんですね。いやいやいや、これはもう今今日はもう俺に何か喋らせてほしいっていうふうにね、もうさっきからもう視線を受けてくるようですが、人が喋ってるとかかぶせないの。後でね、ゆっくりとね、マンゴーさんにはご講演をね、賜ってみたいなというふうにね、私は思っております。まあでもね、この沖縄、先週、まあ、去るね、日曜日に高校野球の決勝戦の方もあったということでね、マンゴーさん、これでもう沖縄は真夏のど真ん中に突入ですね。そうですね、またこれから高校野球、どこまで進むんだろうっていう、期待がますます、はい、私はね、高校野球がどうなるかっていうのも非常に楽しみなんですけど、逆にね、高さん、はい、今年の夏はまたマンゴーさんがですね、はい、デバガメで捕まるんじゃないかっていう、ちょっと心配に、ね、しているんですよ。まあマンゴーさんね、実は、視聴者の皆さん、変装の名人でございまして、まあ、その中で一番得意なのが警察関係者に化けるのが上手なんですよ、ね。いや。どう見てもね、河野方だろうというのは格好をしまして、半吉活動家の間を蝶のようにひらりひらりとね、行き交ってたりしまして、
まあ、それをね、追いかけられてるのは私何度も見ているんですけど、まあ、本物の甲の方に、ボギーさんお願いですから、彼どうにかしてくださいよってね、まあ、私お願いもされたことありまして、ちょっと頭かいたことがあるんですけど、まあ、そういった中でマンゴーさんがね、ライフセーバーなどに化けてですね、ビーチで、いわゆる熱帯魚の鑑賞会を一人でやるんじゃないかと思っているんですけど、いやでもね、タカさんやりかねないですよね。そうですね。現にこれまでもなんかそういった兆候ありましたよね。そうですね。ないないない。もうマンゴーさんは特にね、本土であるね、女性がいろいろ水着のような格好をして接待をしてくれるお店がありまして、もうそこに行った時のマンゴーさんのはしゃぎようっていうのは私未だに覚えているんですけど、ね、はい、あれは確かマンゴーさんフーターズっていうお店ではなかったんですか。いやまあそのね、フーターズのことを思うと、もう真夏のねマンゴーさんのいやらしい目つきをね、何ですか思い出してしまうんです。いやらしいって何ですか。いやらしいですよ、やっぱりね。そのやらっていう字が入ると君ってやっぱりちょっとエキサイトするところが非常にややこしいんですけどね。まあそういった感じで今日もね、変な話で盛り上がってる、ワンヌウムイでございますが、まあデニー知事ね、中国からね戻ってきました。まあ中国でね、今回まあ、自称カチャーシーを踊ってる動画がね、ネットになんか流出しまして、まあ、これに対してあちらこちらから非常に批判の声が集まったということで、まあ、これに対してデニー知事はね、自身のツイッターで、まあ、釈明をしていたということなんですけど、まあ、これについて岡部さんどう思います？これ琉球新報がもう全面擁護記事書いてますよね。そうですね。ここまで政府っていう、政府じゃないや、このね、県のね、一番トップの権力者に対寄り添ってしまうって、これジャーナリズムとしてどうなんかねって思いますよね。タカさんどうですか。なんか今回の訪中ではどういった成果が出てきたのかなというふうに思うんですけども、その成果が分かる前に、カチャーシーっておめでたい時に踊る踊りですよね。で、その成果が出てもいないのに、何がおめでたいのかなって、今回の訪中の後、成果どころか、尖閣での領海侵犯ありましたよね。まあ、そういったことをどう考えているのかなっていうふうに思いますね。さて、この問題のエキスパートであります、マンゴー仮面さんの見解はいかがでございましょうかね。このデニー知事が訪中してる間の6日だったと思うんですけど、日経新聞になんか習近平がこの戦争に備えよっていうことで軍に指示出したっていう記事があったんですよね。いや、知事はなんか友好とかそういう目的でやってるのに、当の中国のトップは何を言ってるんだって思ったんですけど、そのあたりに関しては地元紙もデニー知事も何も言及がなかったですし、それにその訪中してる時期っていうのは沖縄はもうコロナで医療が逼迫してるっていう状況だったのに、その医療が逼迫してる状況に何かやるよりもそっちの中国行くことがそんなに大事だったのかって思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、私はね、まあ、個人的にカチャーシー踊るのは別にどうでもいいと思いますし、ね、よくこれカチャーシーじゃないって怒ってる人たちの中には、この手の握り方、はい、はい、男はグーで女性は手を開いてっていう感じであったんですけど、まあ、デニー知事曰く手を開いて一生懸命踊っていたんですが、その批判に対してはフリースタイルって言ってましたね。なんか小踊り動画で見たんですけども、なんか自分はカチャーシーというよりも志村けんが生前踊っていた変なおじさんの踊りのような、そういった踊りを思い出してしまいましたね。はい、まあね、私そのカチャーシー
そのものをね、批判するつもりは全くないんですよ。まあ実はね、まあいろいろ関係者の方から私いろいろ取材をしてお話を聞いていますけど、まあデニー知事、決して悪気はなかったらしいんですよね。まあそこにいた、沖縄からの留学生の方々の卒業とかがあってですね、まあそれをまあお祝いする気持ちでまあ踊ったということなんですけど、まあ本人はそういったね軽い気持ちでちょっとお祝いでね喜ばしてあげようっていう感じで踊ったかもしれないんですが、ただやはりね状況として今沖縄っていうのは、コロナがまたね感染拡大をしていると、そして医療機関ではまさに医療崩壊の一歩手前にあるということ、そしてね平素から、この中国っていうのは、まあ、沖縄のね、尖閣諸島にもうたびたび領海侵入をしたり、あと沖縄の漁船を追いかけ回したり、そしてね排他的経済水域で好き勝手なことをやっていたり、もうそんなやりたい放題をしていることに対して、まあ、デニー知事は今回は友好と、ね、いわゆる交流を目的とした訪問なので、そういったことについては言及しないっていうことをね、まあ訪問前に言っちゃったっていうこともあってですね、まあ一体何をしに行ったんだっていう、そういった批判のね中でやはり踊ってしまったっていうのは、私ちょっとやっぱり軽率だったかなっていうのを思うんですよね。まあ、本来であればお祝いしてあげようっていう軽い気持ちだったかもしれないんですけど、ただ時と場合をね選ばないとね、こういったことになっちゃうということなんですよね。はい、まあこういった感じでね、批判がまあ全国的に広がってしまったということで、まあこの動画をね、アップしてしまった人もちょっとね、だいぶ困ったんじゃないかと思いますけど、まあ他にもいろんな動画が出ていまして、まあその中で私が非常に気になるのは、まあ中国メディアにね、インタビューされてる動画もね、今流れているんですけど、その中国メディアにインタビューされてる時の、まあ、デニー知事のね、様子なんですけど、もう本当に胸の前で腕をですね、このように組んでですね、まるでなんか媚びを売ってるかのように一生懸命なんか、中国に寄り添うようなことを一生懸命喋ってるんですよね。もうあれ見た時に、この人って沖縄の知事なのか、それとも、中国のスポークスマンなのかなっていう、ちょっとそういったことをね、私思ってしまったんですけど、まあでも今回の訪中でね、今沖縄がその中国にね、いろいろやられてることに対しては、一言も抗議せずに、もう本当にこの友好と交流だけを訴えに行った。まあそれがね、本人曰く、独自外交ということらしいんですけど、これはタカさんちょっと違うんじゃないですかね。そうですよね。地域交流だったら何も政治家だけじゃなくて、民間人でもできることなんですよね。企業同士で現地の企業同士であったり、そういった民間団体同士であったりできるんですけども、外交っていうのはそもそも国の専権事項でありますし、まあそれに対して知事が外交だっていうのはちょっとおかしいことだなと思いますね。でもし外交っていうんだったらきちんと尖閣のことも話すべきじゃないかなと思いましたね。懸案事項ですから両国の。はい、ただ九条五権平和主義側の立場からすれば、デニーさんの外交っていうのは100点満点だったと思うんですよね。もうとにかく彼らの、思想としては緊張をさせない、刺激をさせないで平和を論じると、でそれをもう100点満点で叶えた以上、まあ琉球新報がね、彼の、デニーさんの外交をべた褒めするのはまあ仕方のないというか道理なのかなとか思いますよね。はい、まあね、この今回の訪中っていうのは私から見るともう本当にね、まあ、言葉は悪いかもしれないんですけど、カモがネギ背負ってやってきたという感じでございまして、まあ、中国からしてみれば、自分たちにね、手厳しいことを何一つ言いませんよって事前に宣言をした上で、ニコニコ手をね、すりながらやっぱりやってきたっていうのは、
こんなに扱いやすいことはなかったかなと思うんですよね。で、もし中今知事がコロナでもう感染爆発してる最中にアメリカに行ってデニーさんと同じような外交をやって独自外交だみたいなことをやったら、さて新聞どう書きますかねって感じですね。いや、散々にやっぱりこれ叩かれると思いますよ。まあ、私がね、ちょっとやっぱりね、デニー知事を取り巻く環境に問題があると思ってるのは、デニー知事って沖縄ではね、裸の王様じゃないかなと思うんですよ。まあ、デニー知事がやることなすこと、全てが私ね、いいことでもないし悪いことだらけでもないと思います。ところが本来権力を批判すると普段豪語している、まあ、沖縄のメディアというのが、まあ、デニー知事とそのお仲間たちのやることなすことに対しては何一つ批判をしない、もう完全に肯定するというような形なんですよね。まあ、今回の訪中にしても本当のね、本人が言う外交という言葉を使うんであれば、外交っていうのはやはりね、平和と友好を訴えるだけじゃなくて、こういったことは良くないのでやめてくれませんかっていう苦言を言うこともこれ外交の一つなんですよ。で、こういったことはもう事前にね、私は一言も言いませんよと、聞かれても答えませんよってわざわざね、事前にこれをね、公言をしていくっていうことは、まあ、迎え入れる側としてはこんなにやりやすいことはなかったと。とにかく相手はね、ニコニコして平和、外交、友好、交流、それをね、訴えてくると。他には何も言わないと。こんなね、扱いやすい訪問ってマンゴーさんないですよね。いやー、もう中国からしたらもうこの上ないことありがたい存在ですよね。いやー、これってまあデニー知事ってまあそもそも選挙で選ばれてるから、それが沖縄県の県民はこういうこんなデニー知事の言動を容認する県民性なんだって誤解されかねないですよね、国際的にも。それがちょっとよろしくないなと思いますね。まあでもね、このようにやっぱり私はね、至らないところ、これはまずいっていうところはやっぱりメディアっていうのはきちんと批判しないといけないと思うんですよ。ところがこのデニー知事の行動自体については、まあ、沖縄のメディアが批判するっていうのはまずほとんどない。まあ、今まで記憶にある批判したっていうのはせいぜい昨年でしたか。あ、はい、はい、ゼレンスキーです発言の時ですね。はい、ゼレンスキー発言と、あと 99% の実現率。あれメディアは批判してませんよ。あれ全然してませんよ。あれしてました、してました。肯定してますよ、あれ。してました。一応アリバイ的に一応批判してました。あとね、まあ批判してたので皆さんも覚えてると思うんですけど、いわゆるね、コロナの真っ最中に本人がバーベキューやってたっていうことでね、それ批判されてましたけど、目立つ批判っていうのはこのぐらいなんですよ。まあ、つまりね、今日マンゴーさんが自分はいつも洋服つけてますなんて自分で正直に言ってましたけど、この裸の王様っていうのはね、これは物語の中で、透明なね、服をつけてると思い込んでる王様がいてですね、まあ、それをね、多くの人たちが見てですね、本当は裸なのにすごい綺麗な洋服つけてますねっていう感じで褒めちぎるわけですよ。で、本人はね、その言葉を真に受けて、俺はすごい綺麗な洋服つけてるんだなんて思ってね、堂々と街中を歩くと。ところがあるね、まあ確か子供が王様裸だって言われてね、それで気がつくっていうのがあったんですけど、まあ、沖縄のね、いわゆる知識人とか、あとね、左翼、マンゴーさん大好きな左翼ですね、左翼と言われてる人たちの中で、このデニー知事の行動をいさめる人っていうのはほとんどいないんですよね。まあ、そういった知識人もいさめない、そしてお仲間もいさめない、そしてメディアもいさめないっていうことになると、デニー知事何をやっても俺はいいんだっていうのは勘違いしてもおかしくないんですよね。ただ今出た裸の王様の、話ですけど、
裸の王様って実はものすごく見識のある人だなって思ったりはするんですよね。というのも子供がやい裸だ裸だって言った時にその言葉を受けて是々非々で判断してあ俺は裸なんだっていうことを気づいて城に逃げ帰ったと。ということはなんと都合のいいことじゃなくて都合の悪いことも受け入れてそれを、正しく判断する能力があったと。でも今のね左側というかデニーさんってそういう能力あるのかなって思ったらないよね。してそうやってなんか言った人に罪っていう人ですからね。罪ですからね。いや罪って言ったら沖縄の方言ですけど、お前俺とやるのかっていう意味なんですけどね。いややるっていうかやらかしてるっていうか。座ったそこに君も本当にこのやらっていう言葉にこだわりますよね。まあでもね本当にねこの物語の裸の王様がね城に逃げ帰ったのと違って、まあデニー知事は、私たちのようにやっぱり苦言を呈することに対してはねまた外野が何か言ってるっていう感じでもう本当に心に留めることもなくね、特に私感じているのは誰一人取り残さないなんて言いながら県民ブロックしますからね。そうですよね。でね、私が最近ちょっとね心が痛いニュース見たんですけど、まあ先週でしたかね、この浦添市内で、まあ、90歳になる、ね、お年寄りが猫の餌所持金ゼロで猫に餌をあげたいっていう思いでキャットフードをね万引きして捕まったっていうニュースがあったんですよね。まあ本当に誰一人取り残さないっていうことをね、まあこれ冠に掲げて県民のために一生懸命やってるんだったら、私ねこういった人本当にもっと寄り添ってあげられたんじゃないかなと思うんですよ。まあ確かに盗みは悪いですね、盗みは悪いですよ。でもね本人は住むところもない、そして食べるものもない、所持金もない、そして90歳、多分年金も取ってないんでしょうね。まあそういうふうに社会から取り残された人がいてね、こういうふうに現実に存在しているのに、まあ誰一人取り残さないと言ってニコ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 してね、月初は中国へ、そして、月半ば確かね、今週は長崎に行ってですね、反基地活動家の名だたる人たちを集めて県のね主催で反基地セミナーやるんですよね。そして月末はですよ皆さん、月末ですよハワイに行くんですよ。ハワイに。これね、私この今物価高でねピー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 してるうちなんちゅうの一般県民からすると本当にこの人って何してるんだっていうふうに思うわけなんですよ。まあ中国に行ってね、すごいやっぱり中国の首相に会ってもらったって言ってね、すごい本人喜んでました。ハワイってアメリカの中でも特に物価がクソ高いところですよね。そうですよ。でそこ宿泊してそのお金どっから来るのって話ですよね。いやーこれってマンゴーさん全部税金ですよね。そうですね、県の予算から組まれるんでしょうね。まあ私ね視察に行くなとは言わないんですけど、今こういうね県内がもう本当にコロナが再拡大をしてね、医療関係者なんか休む暇もなくてね、もう救急救急してるんですよ。私の身内にもいますけど、もう本当に夜遅くまでね今働いていて、もう休む暇ないって言ってましたよ。いつ倒れてもおかしくないと。中にはもうこの医療関係者そのものが感染して医療体制自体が崩壊に近いようなところもあるって言ってましたから、まあこういった中でね知事は先日会見を開いて県民に対して対策を呼びかけましたね。何を呼びかけたかというと、軽症の方は市販薬を使って自宅で療養してくださいっていうことを呼びかけたんですけど、これって高さん対策なんですかね。
いや、対策、あの、抜本的な対策、根本的な対策とは程遠いですよね。要は、もう、症状が軽い人は病院行かないでくれっていう、それだけのこと、そういうふうに言ってるだけのことですよね。はい。これ、でも、琉球新報がまた、後追いっていうか、そのね、自宅療養用語の用語記事書いてて、自宅療養で済ませましょうみたいな感じで推奨してるんですけど、ね、でもコロナという自体病気自体は全然変化してないし、2020年、21年のコロナと大して変わらないというふうな病状だと考えた方がいい。そしたらせっかく中国に行ったんだったら、中国でそのね、総合的な緊急入院施設とかそういったのをね、ちゃんと勉強していって、じゃあ沖縄でそれ建てましょうみたいな、そんなことやったらさすがに、ああデニーさんすごいねみたいになるけど、そういうのまるでないですからね。そうなんですよね。まあ今のようにコロナが急拡大しているね、この沖縄にまた中国人観光客どんどん来てくださいって呼びかけるっていうのは、これは私非常にやっぱりまずいと思うんですよね。まあ今実際にね、ハイヤー業界などでも、コロナ前にお客さんなんと戻ってきてるっていうんですよ。まあ、つまり県外から、そしてね、台湾やね、韓国からもお客さんが来て、今、このコロナ前と同水準かそれ以上のお客さんが戻ってきていると。まあそういった中にまた中国人観光客は戻ってくると、もう完全にね、この沖縄っていうのはパンクするんじゃないかなんてね、私思っております。さて、そういった中で、同業者であります、株式会社那覇ハイヤーさんからですね、このハイヤードライバーさんのね、募集のお知らせでございます。この株式会社那覇ハイヤーさんでは、ハイヤードライバーの、この正社員そしてパートの、ドライバーさんを募集しております。女性ドライバーでもね、 OK ということでございまして、タクシーのような流し業務はございませんと。まあ、予約をもとに運行するのが、まあ、ハイヤーということでございまして、まず必要なものは、運転免許。はい、これはオートマ免許でも OK という方でございましてね。そして二輪、二種免許、つまりこれハイヤーなんで、タクシーの免許をね、持ってる方はもう大歓迎ということでございます。これ正社員の方は、午前5時から24時の中で8時間勤務、パートの方は、この午前5時から24時の中で4時間ほどの勤務ということでございまして、このね、パートの方は月平均4日からね、それ以上でも OK ですよということでございます。ただ時間の方は、まあ、このお客様の予約によって朝早い場合もあれば、お昼からの場合もあります。はい、そして深夜になる場合もありますが、タクシーと違いまして、まあ、予約に基づいて運行しますので、まあ、道を走りながらお客さんを探す必要はないということなんですよね。さて、まあこのね、報酬の方なんですけど、まず月給が、15万円プラス残業代ということでございまして、まあ、月収の例として、まあ、18万から23万の総支給額になるということでございます。パートの方の方は時給1000円ということでございまして、22時以降は1250円ということになります。社会保険の方も完備しておりまして、無料駐車場もございます。またハイヤーですので、制服の方も無償でね、貸与されます。で、また二種免許は持ってないんだけど、ハイヤーをね、ぜひ持ってみたいなと思う方に対しては、二種免許取得支援制度があるということでございまして、お問い合わせは、まず電話でということで、まあ、履歴書を持ってね、電話をして、来ていただきたいということでございます。株式会社、那覇ハイヤー。電話番号が、098-850-3000
098-850-3000 で、まあ、受付の方は、午前9時から18時の間となっております。ぜひね、このハイヤーを持ってみたいと思ってる方がおられましたら、この那覇ハイヤー098-850-3000 の方までお問い合わせくださいということで、いやー本当に今タクシー業界もね人手不足ということになっておりますけど、まあ、このハイヤーっていうのはタクシーと違って流す仕事では全くございませんので、まあ、予約にね応じてお客様をお迎えをして、まあ、ホテルまでお送りをする、また逆にホテルの方から空港へ送るというお仕事になりますんでね、タクシーとは全く違ったお仕事ですから、ぜひこういったものをやってみたいと思っている方はね、ナンハイヤーの方までお問い合わせをいただきたいと思っております。はい、ということでここでね、夏にぴったりな曲をね一曲おかけしたいと思います。ジェイン・オークのナンバーから何も言えなくて夏。はい、ということでマンゴーさん、マンゴーさん、はい、今日は君が主役ですからね、今ちょっとカメラの方がちょっとセットを変えるんでちょっと喋っててもらえます？カメラの方、そうそう、どうしたんですかね。あいや、なんて本当にね、まあいろいろあります。まあなんですかね、ああイトマンのハーレに関してもそこで行われるアヒルドリがいろいろ文句言われてるんですけど、まあそんなやって難癖つけてくる外野によそ者にもういちいち耳傾ける必要なくて、これが伝統だ、何が悪いんだって言えばいいんですし、まあ動物の保護とか言ってますけれども、まあ動物を苦しめるっていうのは、まあ、なんだ、人が食べる動物の肉だって、その、屠殺場で処理するから、我々が食べられるわけであるんですね。で、屠殺場で、やっぱり、動物を殺すわけですから、それは苦しめるわけなんですよ。でも、その苦しめる、人たちがいるおかげで我々はトンカツとかステーキとかチキンとか食べられるんですよ。だからそういうのを文句言うってのはちょっとどうなのかなと思いますね。はい、本当にまあ動物保護だなんだって言いながらその口でフォアグラ食べてそのことをブログで自慢するってのはちょっとどうなのかなと思いますね。いやーね、私も思うんですよ。わざわざ東京から来てですよ。はい。ねえ、イトマンハーリーでアヒラを追いかけるのを批判しまくってですよ。はい。そんなことしてね、アヒルがかわいそうだとかね。はい。そんなこと言うんだったら、東京のお膝元でね、東京湾で中国人が牡蠣取ってですよ、牡蠣。海で牡蠣取って、その場で殻開いて身を取ってるじゃないですか。牡蠣がかわいそうってなんで言わないんですかね、マンゴーさん。そもそも、まあ、祭りで行われてることって言うんですけど、アヒルをなんか追い回してかわいそうだって言うんですけれども、普通にどこの祭りでも金魚すくいってあるじゃないですか。あれ、網で金魚すくい、金魚追い回すのって、金魚がかわいそうじゃないかって言わないんですかね、って思いますね。いやーね。金魚はいいですよ、合法的だし、アヒルも合法ですけど、東京湾でね、牡蠣取って、その場で牡蠣の殻をね、剥いて、身を取り出してですよ。ね、殻はそのまま海に捨てて、帰ってく中国人いっぱいいるって言うんだけど、あれ、牡蠣って、ね、殻からその身を取り出されるときにすごい苦痛だと思うんですけど、なぜその動物愛護団体は自分のそばで起きてるこういったことに何も言わないのかっていうのが、ね。何も言えなくて夏どころか何も言えなくて牡蠣なんですよね。はい、マンゴーさん。
いや、そこのところは私とっても不思議でならないなと思いますけど、はいはいはい、これって偽善じゃないですか。いや、アヒルはかわいそうって言ってフォアグラ食べてたら、これってシャレにならないですよね。そうですね、はい、こういうところにマンゴーさんの正義感がやっぱりね、ピクピク動いてですね、やらかしたなっていうことでね、本人燃えるんですよ。はい、まあまあ動物食べないっていう考え方に、食べない考え、ビーガンっていうのもあるんですけども、まあそれはそれでいいとして、まあそれもまあ一つの考え方だと思うんですよ。まあでもビーガン菜食主義とかって言っても、野菜、果物とか、まあそういうものだって。もともとは命があるもので、動物食べるにしても野菜とか果物食べるにしても命をいただいているわけですからね、その辺を忘れちゃいけないなと思いますね。はい、その辺いただいてることに感謝を忘れちゃいけないですね。なんかマンゴーさん今日真面目なこと喋ってますよね。なんか怪しいんですよね、とっても。なんか裏があるんじゃないかと思うんですけど。いや、別に。ね、君また何かよからぬことを考えてるんじゃないですか。ちゃんと言おうかなと思ってる。変な宗教に入ったんじゃないんでしょうね。いや、入ってないんですよ。宗教お金かかりますし、はい。はい、曲終わります。来ましたよ、皆さん、いつものコーナーですよ。さて、何が始まりますかね。いやまあいろいろネットとか見てるんです、ツイッターとかも見てるんですけどね、ちょっと疑問に思ったんですけど、人に対してマヨネーズっていうことって誹謗中傷に当たるんですかね。まあ自分に対してマヨネーズっていうのは誹謗中傷だっていう、県内のある議員さんがいるんですけど、散々もう自分はマヨネーズのこと歌ってて、エビマヨ作れとか、豚マヨ丼食べたいとかって散々歌ってたのに、何なのかなって思ったんですよね。はい。で、その議員のツイッター、過去の遡ると、自民党の宮崎議員に対してゾンビって言ってるんですよ。自分が人に対してゾンビっていうのはよくて、マヨネーズって言われるのはダメなのって思いましたね。いや、マヨネーズ高山がダメなのってちょっとわからないですけど、その辺の線引きどうなってるのかって聞きたいですね。はい。いやー、ほんと、自分がよくて、自分は言うのはいいけど、相手が言うのはダメだ。それは政治家としてどうなのかなと思います。はい。何か説明があれば、なんかちゃんとやった方がいいと思います。以上です。まだあります。いやー、だから、もう、こんな状態だとマヨネーズって散々呼ばれちゃうと思うんですけど、いいんすかね。いやまだ続いてます。いや、人をゾンビ呼ばわりしてマヨネーズがダメってのはどうかな。お粗末様でございました。
はい、視聴者の皆様、今夜もお聞き苦しい場面をね、お届けしてしまいました。マンゴー仮面さんの俺に言わせろのコーナーでございまして、まあ今日も時間調整が全くうまくいかず、同じことを2回喋ってしまうという NG をかましてしまったということでございます。さて、ここで、沖縄タクシーマートさんの方からね、お知らせでございます。沖縄タクシーマートさんの方ではですね、ただいまの自家用車に、このタクシーについている自動ドアの取り付けと、あと、まあ、真夏のバスの車内で、まあ、子供たちや、お年寄りが取り残されることを防止する警報装置の、取り付けを行っております。例えば、プリウスというね、まあ、ハイブリッド車がありますが、そのハイブリッド車に、まあ、タクシーのように運転席からこのドアの開閉ができる装置を、まあ、取り付け可能になっているんですよね。まあ、これがつきますと、まあ、子どもたちの送迎やあとお年寄りの送迎の際、あの中からね開けきれない場合でも、この手元のレバーを引っ張ることで開けることが可能になります。これは自家用車の方にもね、取り付けは可能になっておりまして、まあどうしてもこれ付けてみたいと、まあ送迎があるんでどうしても必要だというね、方がおられましたら、ぜひ、この沖縄タクシーマートさんの方に、まあ、ご相談をいただきたいと思います。そして今、毎日30度を超すね、真夏の灼熱の太陽が照りつけておりますが、まあこういった状況の中で車の車内温度は50度を優に超えます。まあそういった時に車の中に取り残されてしまうと、まあ熱中症でね、お亡くなりになる方も出てきます。まあそういった方をね、防止するために、今このバスの中などにね、人が残っていないか確認をする、まあ、装置を今取り付けをやっております。こういった取り残し防止装置の取り付けも今沖縄タクシーマートさんの方で行っておりますんで、ぜひねこういったものについてご興味のある方は沖縄タクシーマート電話番号 090-5486-9097 090-5486-9097、沖縄タクシーマートテドコンさんの方まで、お問い合わせをいただきたいと思います。いや、しかしマンゴーさん、自家用車にね、タクシーみたいな中で開くレバーついたら、これ結構画期的ですよね。あ、これ便利ですね。ただでもちょっと気をつけないといけないっていうのは、風が強い時とか台風の時とかっていうのは本当にちょっと操作するのに力がいるんで、その辺は取り扱いを気をつけた方がいいなと思いますね。そうですね。で、またこの沖縄タクシーマートさんで取り扱っているこの自動ドアの開閉装置は、レバーがですね、なんと右側のレバー、左側のレバー、両方選べるようになっているんですよね。普段タクシーの方は右側についているんですけど、これを左側の方にからも引っ張れるような、まあ、両方ね、選べるようになってますんで、今例えば個人タクシーを持ってるドライバーさんでも、ちょっとね右側じゃなくて左側の方に変えたいなっていうような、そういった要望がありましたら、ぜひまたこの沖縄タクシーマートさん、090-5486-9097、090-5486-9097の方へ、まあ、お問い合わせをいただきたいと思います。いや、しかしタクシーについてるのをね、自家用車にも取り付けを、ね、始めたっていうのはすごい画期的でね、まあ、今までプリウスのような乗用車っていうのはもう中から開けるか外から開けるかっていうことしかできなかったんですけど、これを運転席から開閉ができるっていうのはすごい、私はこれ画期的でね、自家用車の新しいやっぱり、使い方になるんじゃないかっていうふうに思っております。いや、しかし今日もね、マンゴーさんね、タカさん、しっかりと期待に応えていただきましたね。はい、そうですね。もう定番になってるよ、途中で切られるっていう。まあ、それやってくれましたね。はい、もうこれがないとね、うちの番組ではないと、一部では支えかれているんですけど、まあ、マンゴーさん、本人曰く、やらかすと。ね。やらかしたいということもございまして、いやいやただね、ちょっと、
と警察沙汰になってね、はい、タカさんとか自分が身元引き受け人で呼ばれていくっていうのはちょっと勘弁してほしいですよね。そうですね、もう行動にはくれぐれも注意してほしいですね、はい、そうなんですよね。それはないんで。まあでも見た感じはどう見てもね、不審者にしか見えないそれで真面目な話をしても何の説得力もないっていうそうなんですよね。ラジオだから、ラジオは声だけじゃないですか。いや、それだったら何もサングラスかけたりしなくたっていいじゃんうちの番組はですね、実はまあラジオ放送なんですけど、実は今日ラジオ気になっている皆さん、スマホ持ってると思いますけど、それでよく YouTube をご覧になってると思うんですよ。でこの YouTube のね、検索で、チャンネルボギーと探しますと、この放送がなんと動画でね流れております。アーカイブとして流れてますんで、このマンゴー仮面っていうのはどんなやつなんだっていう見たい方はね、ぜひ YouTube の方をご覧になっていただきたいと思います。結構ね真面目な話多いんですよ。本人ふざけてますけどね、まあ、まあ問題ないようにいこうと思ってますから、はい、はい、ということで今日もあっという間に時間が来てしまいました。毎回本当に時間が足りなくてね、話す内容の3分の1も喋ってないような当番組でございますが、今日の締めは岡目八目さんにお願いしたいと思います。どうぞ。そうですね、とにかく今ネットとか SNS では、ファクトチェックが市民の間で、されて、公共の大きな新聞とかジャーナリズムとかが叩かれております。ですので、市民とかのその SNS の声をよく皆さん聞く機会を、増やすとともに、大手の、まあ、メディアの方はその市民からの、チェック、ファクトチェックに真摯に対応して、公正中立な記事を書いていただきたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。さて、まあ、高校野球の方なんですけど、今度の夏の甲子園は沖縄尚学さんがね、決勝で勝利しまして、甲子園行きをね手に入れたということで、誠におめでとうございます。はい、そうですね、春の雪辱を果たしてほしいですね。そうですね、はい、また高校野球、まさに沖縄の真夏を感じさせるね熱湯をね期待いたしておりますということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。皆様ご視聴誠にありがとうございました。ということで今夜の放送もねこれにて終了でございます。どうですか皆さん、ちょっと痩せたように見えますかね。気持ちの分痩せたように見えますか。私この前久しぶりに会った方にボギーさんちょっと痩せたって言われたんですが、マンゴーさん俺ちょっと痩せたように見える、うん、ちょっと合ってるんで、タカさん痩せたように見えますマンゴーさん、マンゴーさんも痩せたらしいんですけど、痩せたように見えます？全く見えないですね。かえって太ったような気がしなくてもないんですけど。そうですね。マンゴーさんは多分幸せ太りではないかなと思ってますけど、これではなくてですね、マンゴーさんが今幸せを感じているのはこれではなくてですよ、皆さん。これらしいですからね、これ。これ。まあ、どっかのね、キャスで、あちら界隈で名前売ってるなんとか太郎さんがね、昔こんなことやってましたけどね。はい、マンゴーさんも今は多分これで幸せな気分になってるんじゃないかと思うんですが、どうなんですかどうなんでしょうね。ね、否定しないっていうことは暗黙の了解ということでございましてね、ぜひ皆さんマンゴーさん見かけたらですね、思いっきりかかることをね、お勧めしたいと思います。はい、ということで、今夜の、はい、ワンヌウムイ、
込めて終了させていただきます。最後に一言マンゴーさんお願いします。はい。いやちょっとたかられても、ちょっと出せないものは出せないんで、はい。すいません。その辺はご理解よろしくお願いします。って言いながら、女の子にはすごいおごるくせにね。いやあちら界隈の女の子にはすごいおごるんでしょ。おごらないです。ね。おごって、俺色に染めてやるぜって言ってね、手を握りながらささやくんでしょ君。いやすごいですね。ハニートラップじゃなくてマンゴートラップということでございますね。あの女性の皆さん、マンゴーさんの毒牙にかからないようにぜひご注意をしていただきたいと思います。はい、ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。皆様ありがとうございました。We'll be right back.